木澤選手が全日本です。自身最高の2位になられましたと。木澤くんすごいな。まあ俺はよりもちょっと若いと思うね、木澤くんは。だけど2位、最高なんだ。俺はもう2位になってるかと思ったけどな。おめでとうございます。この、まあこの年ですよ、変だけどね。俺、40代でもどんどんインプルーブしてね。もちろんゴードさんもそうだし。そう考えるとみんなすごいな。日産日本で、トップで活躍してるのは。ただ若い選手がね、日本では伸びてるので、木澤君まだまだ若い選手は壁として頑張ってください。